はい、じゃあ続きいきます。東を目指して、まあテンション上がりますよね。本当いよいよ持ってダーマ神殿いけるのかなと思うとね、転職が楽しみだと。ここじゃない、はい、セリフは変わらんか。親愛なるノルドよ、この手紙を持つ旅人をバーンの抜け道へ案内してやってくれ。ポルトガの王より。ふむ、すると旦那方は東へ行きたいのかね。はい、ふむ、他ならぬポルトガの王様の頼みとはあらば。さあついてきなされ。オッケー、行こうか。ふむ、そこで待っていなされ。オッケー、さあお通りなされ。これがバーンの抜け道への入り口じゃ。まあ仲いいんすかね、ポルトガの王と。どうかわかんないですけど、ちょっとずれた王様だよね。胡椒持ってくりゃ勇者扱いしてくれるんでまあさっさとね、胡椒持っていこうか。はい、オッケー、やっぱ楽っすね。もう早く刃のブーメラン手に入れたいとこなんですけど、ちょっとどっかのタイミングでアリアハン戻って、メダルのおっさんのとこちょっと行こうかなと思ってますけどね。毒芋虫、オッケー、強い、さすが暴れん坊。はい、ここは宿屋か。あー、だ、完全ダメなパターンだこれ。まだダメってこと？なんか宝ある？1個あるんかい。どっかにあるんだろうなこれ。それともあの扉の奥かな。まあ今はまだダメってことなんで、段階していきましょうか。はい、オッケー、いいね。うわーっと、くそ。オッケー、痛恨の一撃はちょっときついっすね。まあ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 、死ななかったからね、まあよかったです、よかったです。ほんと、で転職のもう構成は、はい、決めました。今後の、はい、決めましたね、職業は。とりあえずはですね、タカヤンさんとペラさんを賢者にします。2人、はい、2人賢者。そしたら、マルさんはですね、商人になってもらいます。商人になって、そっからまた今度武道家にしようかなと思ってるんですよね、マルさんを。マルさんを武道家にしようと思ってるんですけど、商人の後に戦士やってから武道家やるとさ、多少力が強めの武道家になるのかな。それとも変わらないようだったらね、商人やってからすぐ武道家の方がいいのかな。ちょっとどうかちょっと分かんないんですけど、その辺は調べてみようかなと思ってます。戦士経由で武道家になったら、ちょっと力強めの武道家になれる
かもってね、ちょっと頭によぎったんで、それだったら選手経由で行ってもいいかなっていう、うん。それでもって、丸さんを武道家、高谷さん、ペラさんを賢者にして、で将来的にはですよ、ペラさんかタカヤンさん、賢者2人のうちどっちかをね、どっちかがあの魔法を全部覚えたら、どっちかをあのあれにします、武道家にしようかなと思ってます。なんなら両方武道家にしてもいいぐらいだと思うけど。はい、新しい街来ましたね、バハラトの街にこそ。でそうなったら今度マルさんを賢者に変えます。そうすれば魔法全部覚えることになるし、うん、なかなかいいと思います。黒胡椒、それならこのすぐ南の島で売ってるよ。それよりまあそこまで行く前にクリアしちゃったらね、それで終わりなんですけど、まあ目標はそうしようかなと思ってます。うん、その前にねクリアしちゃったらしちゃったらまあ問題ないとは思ってるんで。はい、なんかいろいろ売ってるけど、防具から行きたいですね。モーニングスター、オーバーサミ、履力の杖買っときます。ペラさん、鋼の鎧を装備しましょうか。はい、魔法の盾、はい、魔法の盾は3人装備できるね。でペラさんもルーンスタッフはちょっと宝箱で取ったやつなんで残しておこうかなと思ってます。貴重アイテムかもしれないから。黒ずきんはじゃあここで2人につけてあげようか。マールさん、よし、鉄斧はいらんな多分。ああまあ一応残しておくか。川の腰巻き、鉄の盾売ろう。鉄斧の結局使わないですねこれ。鱗の盾、うん、ルーンスタッフ結構高価なんでこれ残しておこうかなと思ってます。これ多分 ATM かな。あ、違う、道具屋か。道具屋、まあ特に、まだら雲糸。まあいらんな。私は胡椒買いに来た。だが娘をさらわれたとかで商売をしてくれない困ったことだ。なるほどね。旅人の服。ちょっと今更感があるけど。はい、いないって。ああ、タニア、僕の愛しき人。旅の人、まあ聞いてくだされ。わしの可愛い孫娘、タニアが悪党どもにさらわれてしまったのじゃ。そこに夜、若者がタニアの恋人のグプタ。わしは二人を結婚させ、店を任せようと思ったのに。あんたらは強そうじゃな。どうかタニアを助け。僕が行きます、行きます。見ず知らずの旅の人に頼むなんて。待っててください。きっとタニアを助け出してきます。おいおい、行っちゃったよ。グプタ、おこの上、グプタまで捕まったら、わしは。いや、まあ、見ず知らずの人に頼むっていうのも、まあ、どうかと思うんですが、まあ、でもちょっと無理してたのかどうなのか分かんないけど、行っちゃったよね。聖なる川の流れで身を清めています。やがて、授かる赤ちゃんがどうか元気に生まれますように。ほう。このためにはるばる旅をしてきたのです。この聖なる川の水は飲み水になるだけでなく魔除けの力を持っているとか。ほうほうほう、なるほど、興味深いですね。町としてはそんな大きな町ではないっすな。魔王は全てを滅ぼすもの、凍てついた暗闇と死の世界の支配者じゃ。このままではやがて全ての人々がその野望に怯えることとなるであろう。マジかい。うわ、橋の向こうの洞窟には人さらいたちが住んでいるそうだ。近づかない方が身のためだぜ。ってことはそこ行けってことですね。オッケー、すごろく剣。これ貴重だからね。
まあそこ行けってことですか。わかりました。北の山奥には転職を行うダーマの神殿があるそうだ。俺もいつかは遊びに、じゃなくて立派な賢者になってみたいものだな。なるほどね。楽しみですね。 OK、 チーム、ちょっと一旦アリアハン戻ってみるか。一旦戻ってみるか。こっちは出ちゃうか。あと何もないっすよね。はい、何もないね。じゃあちょっとアリアハン戻ります。ルーラで戻ると朝になるっていうね。時間もワープしてるみたいな。はい、じゃあとりあえずおっさんのとこ行って、多分まだ足りないと思うけど、まあまあまあ、それでもこまめにね寄るのが大事っていうか。はい、16枚、あと4枚だね。あと4枚、ちょっと早く手に入れたいね、刃のブーメラン。じゃあちょっともう一回バハラタ戻って、よし。じゃあ待って待って待って、夜とはまた違う情報が手に入るかもしれん。そうでもないか。そうでもなさそうだな。あんまりちょっと村人のね配置があんまり変わってないから、ヤトヤとかはどうかな。変わってねえな。じゃあねまずその人さらいのとこ行く前にダーマを確保します。まずはい、ダーマを確保。なんだったら転職、それぞれ転職し終わってから行ってもいいんじゃね的な気分でもあります。みたいな、おっとっとみたいな感じの、かわいいですね動きが。ちょっと待って、 MP 減ってね。ペラさん MP 減らなかった。こっち行くと、ちょっとどっち行けばいいか分かんないけど、マージタンゴ、マージマタンゴ、やっぱ減ってるわ。これ武器効果か、もしかしてMP 減らして攻撃するってやつじゃね、これ。なんかそれっぽいよな。忘れるラリホー、これが多分人さらいの洞窟じゃね。まあちょっと放っておきましょうか。まだちょっと放置。数が多いですね。あ、やっぱ減ってるわ。ちょっと待て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 、多分そういう仕様なんでしょうな、この力の杖って。 MP 消費の代わりになんか結構打撃でダメージが出るとか、そういう感じなんでしょうね。ギラ打ってくるのがこいつだ、めんどくせえな。やっぱ減ってないですもんね今回は。まあまあでも場合によっちゃ使える、あのピラミッドみたいな魔法使えないところとかは結構使える。これじゃね、そう、あと一歩だったのにな。豪傑グマ、オッケー、よし、オッケーオッケー。ここがダーマ神殿、
これからはここを本拠地にしようかな。命名神マリナン様に使える神官、はい。あ、名前変更か。いや、いらん。いらん。ね、これが多分セーブだと思うんで、ちょっといろいろ話聞きましょうか。私は武道家になろうと思っています。僕は商人になってお金を儲けたいな。こっちは、わしはピチピチの小ギャルになりたいの。私魔法使いになるの。なるほど。転職をして前の職業の経験値をなくしても、それまでやってきたことはどこかに生かされるだろう。ただし僧侶が戦士になり、また僧侶に戻った時もレベル1からの修行となるのだ。故にあまり頻繁に転職を繰り返す無駄が多くなってしまうだろう。最も転職をすると初めはレベルがポンポン上がるので苦ではないがな。はい、説明ですね。これ魔法使いが戦士になれば魔法も使える戦士に。ただしレベル1からの修行になるので全員いっぺんに転職させるような考え物だ。一度に転職させるのは1人か2人がいいだろう。例えば初めてなら僧侶を武道家に、戦士を僧侶にというのもいいだろう。回復呪文を唱える仲間が2人いるのは心強いぞ。しかも武道家なら素早く唱えるしな。なるほどね。でも武道家だと MP 少なくなっちゃうんですよね、多分。まあ。よし。じゃあこっちは。遥か東の海にはジパングと呼ばれる黄金の国があるそうです。もしその話が本当なら何としても行ってみたいものですね。これは教会でしょ。宿屋。はい。宿屋泊まるか。ちょっと MP ないしね。ああ、安い安い。宿屋安いし、やっぱそうですね、ここが本拠地って感じかな。ハローワークね、ハローワークにちょっと寝泊まりとか居座りましょう。はい、じゃあハローワークでちょっとセーブ。よっしゃ、じゃあ早速もうね、人さらいのところ行く前にちょっと転職しちゃおうか。まあ転職ってまだできないんですけどね。レベル20からなんで、レベル上げやって、うん、転職目指そうか。うん、そうしましょうか。じゃあ、誰から行こうかな。誰から行こうかな。まあ、誰でもみんな一緒なんだけど、ちょっと待って、どっちにしろね、あれなんですよ、ルイーダ行かなきゃいけないんで。はい、まあ誰でも一緒なんだけど、預ける。賢者2人、ちなみに悟りの書は使わない予定です。賢者2人か。どうしようかな。どうしようか。ちょっと待って、マルさん先に連れていくか。マルさんを商人にして武道家にしようか。まあ戦士挟むかどうか分かんないけど、この2人は商人やって、盗賊やって、それから遊び人にして賢者にするんで、まあ誰からやっても同じなんだけどね。まあ誰からやっても同じ。待って待って、ペラさん回復今できるから、ペラさんから行くか。そうしようか。じゃあタカヤンさんを預けます。ちょっと休憩というか待機しててください。でマルさんを預ける。よーし、行くぞ行くぞ行くぞ。この2人でちょっと
レベル上げやります。今20分ぐらいなんで、まあ残り10分15分ぐらい、ダーマ神殿のとこ行ってレベル上げやります。はい、まあ残りその10分15分ぐらいでどんぐらいまでレベル上がるかわかんないですけど、まあだらだらちょっとレベル上げ、こっからはねレベル上げ動画になります。そう、みんなだいたいある程度転職してから人さらいのとこ行きますんでね。えい、いいね。230いくらでしょ。ちょっと経験値聞きに行こう。だいたい200いくらもらったから3000、4000ぐらいか、1000いくらだから、やっぱ2人で行動できればより早くレベルが上がるっていうか、まあ4人で割ってもいいんですけど、まあ結局ね、どっちが効率いいかっていうのはそれは分かんないんですけど、でも気持ちは僕こっちの方が楽で、うん、だからこのスタイルでちょっとレベル上げしていきたいと思います。本当はね主人公も下げて1人でレベル上げたらいいんだけど、主人公はちょっとルイーダに預けられないんで、現段階ではなんかラスボス倒せば預けられるとかあったようななかったようななんですけど、現段階ではまだ主人公はルイーダに預けることできないんで、だからまあ2人でねやっていきますわ。アヌーサとかメダパニとか本当嫌なことやってくるなこいつ。オッケー、よーし、いいぞ。まあまだまだね、あと5レベルぐらい、4、5ぐらいじゃない、全員だいたい全員14、15、16ぐらいだから、レベルがまだまだ時間かかりそうですけど、まあ残り時間でね、どれだけ一つでも二つでもレベル上がればいいなと思ってますけど。はい、よっしゃ。遊び人のね、あの口笛、あれがねちょっと覚えてれば楽なんですけど、いかんせん最後というか遊びね、最後に遊び人にするんでね、ちょっと大変というかめんどくさい。 OK、 ザメハ、おお、大量大量、刃のブーメランね、あればまた楽かもしれないけど、ちょっと我慢。ちなみにこっから先行けばどうなるんだろう、船ないといけないのかな。あとはオッケー。これさ、星降る腕輪を主人公につけたら攻撃力どうなるかね。豪傑ではなくなるんだよな。まあいいか、これで。はい、ちょっと北行ってみましょうか。こっからまた新たな町とか村とかあるかもしれないしね。来た、メタスラ。あー、ダメだ、逃げられた。この辺結構ねメタスラ出るんですよね。レベル上げてくださいってことなのかちょっと分かんないですけど。キメラの翼、オッケー。塔がある、塔で終わりか。うん、やっぱ船ないとダメなのかな、この先は。
なんか攻撃魔法ないかな。バギーあるか。バギーあんま効かないんすよね。多分だけど。ちょっと使ってみるか。あ、まあまあ、でも悪くない悪くない。オッケーオッケー。悪くないっすよ。この塔はなんだっけ。ここに悟りの書があったんだったっけかな。人生は悟りと救いを求める巡礼の旅、ガルナの塔へ。あ、やっぱそれっぽいっすね。まあまあ、あんまり変わらんか。オッケーオッケー、全然いいわ。これだけでもダメージが入るだけで全然違う。あー、主人公やっぱ動きが遅いけど、まあでもどっちを取るかなんですよね。ね、スピード重視でいったら攻撃力若干落ちるし、まあしょうがないところではあるんですけど。おっと、なんかワープできるやつがある。嫌い部を置くしばし。ちょっとなんか嫌な予感がするんで防御しとくか。あー、ガツガツつつかれてますな。あれ痛そうっすね。痛そう。もう見てるだけで痛そう。またペラさん狙うな。おい、さあさあさあ、ブーメラン来い。オッケー、いいんじゃないの。どうしようか。ここはまた後で来るか。どうしようか。仲間引き連れてきた時の方がいいかな。まあでもレベル上げにはなるわな。うん、レベル上げにはなる。これ、あー、ダメか。でも宝箱あれ見ちゃうとね、ちょっと取りに行きたくなっちゃうけど。階段があって、こっちは、お、宝箱。現実し、怪しい影。よし、危ね。ちょっとメダパニは嫌だな。あ、逃げやがった。OK。ちょっとダメだな、この経験値が。賢さはペラさんに使ってあげようか。まあ転職しちゃうけど、まあまあいいでしょう。お、人いる。人がいますけど、ちょっと敵がまちまちなんで、ここ経験値がね結構バラバラって感じっすよね。あ、まあそれでも400ぐらいもらったか。この塔のどこかに悟りの書と呼ばれるものが眠っています。悟りの書があれば賢者にもなれましょう。まあ残念ながら僕はそれは使いませんけどね。だからスルーしてもいいんでしょ多分。ここは悟りの書がいらなかったらの場合だけど、しても問題なさそうっすよね。まあ行くだけ行ってみるか。はい、お金も結構また溜まってきた。これ瞑想の邪魔するでない。ごめんなさい。実は寝てたんじゃないのか。違うか。いや、どっからどう行くんだろうな。え、どっからどう行くんだろう。ちょっとわかんない。まあいいや、とりあえず出るか。
仲間4人、仲間4人っていうか仲間3人引き連れてまた来よう、ここに。うん、さあ夜になりましたね。バギー、えい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 。さあこれ何体落とせる？一体だけか。まあまあまあでもいいね。はい、OK、よし、レベル17、これでまたちょっと強くなったから戦いやすくなったんじゃないかなと思う。わからんけどね。よし、ちょっと東の方行ってみる。うわー、幻術師じいちゃんばっか、色違いのじいちゃんばっか。ちょっとメダパニとかマヌーサ使ってくるの嫌なんで、さっさと、うわー、さっさと倒してしまいたいところなんだけど。じゃあ魔法使うか。クソ、ダメダメか、殴った方が良かった。うわー、メラ使うかな。メラ使ったらどうかな。ギラか、ギラ使ったら、ああダメだ、 MP が全然足りん。よし、やっと食らった。まあ心なしかエンカウントの率が上がってる気がするな、夜だから。はい、よーし。こっちは何だろう、あんまり変わり映えしねえな、昼間も夜も。お、いいね、仲間呼んでくれ、どうぞ。 OK、 こっちは何かある。わー、いっぱい出てきた。デスジャッカルちょっと早めに倒したい。あーっと危ねえ、マヌーサこれ嫌なんでね。はい、よーし、ほこらがあった。これは宿屋か。我は日出ずる国より来た者、国ではヤマタノオロチなる怪物が降り申して、みんな困っていまする。なるほどね、ヤマタノオロチね。オッケー、来た。あと3枚ぐらい。宿屋はちょっとまだ止まらん。あ、でも、ま、待って待って待って、値段ちょっと聞いてこよう。さ、竹だけだったら、だったらダーマ止まるわ。はい、ありましたね、ジパング。ここはまあまあまあ、どっかで見たことあるような形になってますけどまあまあまあ、また後々来ることになるでしょう。なんか見たことある形ですけどね。ベビーサタン、スライムつむり。ベビーサタンはね、あのトロネコでよくお会いしましたよね。 OK、 あんまり経験値もらえねえな。わっと、なんかやばそう、やばそう、やばい、やばいんじゃないこれ。ちょっと待て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 、ちょっと待て、これはまずいぞ。いやー、待て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 、あっと、ごめんなさい、ちょっと乱れましたね。いや、ちょっと待て待て、まずいぞこれ。ペラさん落ちた、倒しきれ倒しきれ倒しきれ、危ねえ
あぶねえ、でも1000いくらもらったぞ、これ。1000いくらもらった。いやー、これはちょっとまずい。まずい、まずい、まずい、まずい。まあ、ここでレベル上げっていうのもいいかもしれないけど、ちょっとまだ無理かな。きついかな。あれ、こっちじゃない。危なかったー。はい、ちょっともう一回行ってみていいですか。もう35分ぐらい、結構いい時間になったんですけど、ちょっともう一回今のとこ行ってみていいですかね。ちょっと怖いもの見たさみたいな感じもあるんですけど、ちょっと自分何覚えてる、ペラさん。なるほど、ちょっともう一回行ってみます。1000いくらだったら結構ね、楽にレベル上がるんじゃないかなっていう気がするけど、まあでもやっぱ2人だったら辛いよな。せめて主人公がもう少し強くなったら、まあペラさんは防御オンリーで、あとはブーメランでやっつけるみたいな、それができるけどね。この辺もうちょっと奥か。えい、よし、17、あと3つ。あと3つです。ピオリム使うっていうのもいいかもしれんな、ペラさん。開幕ピオリム使って主人公の素早さ上げるっていう、それもいいかもしれん。この辺だよな。ちょっともう一回会いたいですね。あー、ちょっとベビーサタン違うな。 OK、基本こいつ MP 足りないですね。先に行動できてるね。 OK、 ベビーサタンはちょっとあんま経験値持ってないから出くわしたくない。この辺じゃね。違うか、ガルーダはでも会いましたよな。よし、この辺だっけ。来た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 、スカイドラゴン、こいつピオリム。どうだ、うわ、火吐いた。でも先に行動できるはずなんだ。よしよしよし、いいぞいいぞ。これでレベル上げできればだいぶ楽。でも僧侶がねいないとできないよね、この作戦は。ピオリム使える人がいないとできない。まあでも今のうちね、こうやってやってたら主人公も強くなるかもしれないんで。あー、でもなんかこいつら出てきたらちょっと効率悪い気もするな。うん、なんかそういう気もするぞ、これ。なんか経験値がまちまちっていうか、そういう気がしますよね。まあ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 、
よし、じゃあとりあえずあと1回、あと1回戦ったら一旦そこで動画切りますか。ちょっと40分ぐらいまで来ちゃったんで。おっと、ラッキーピオリム。これでどうかな。わあきついね、これ燃え盛る火炎が結構きつい。600でしょ。結構もらえるときともらえないときがあるからね、やっぱばらつきはある。よし、じゃあ終わりましょうか。ここでちょっと経験値4000、はい、2800。 OKOKOK。よし、セーブ完了。じゃあとりあえず今回はここまでにしておきます。このあとしばらくレベル上げ続くんで、はい、生放送でやろうかなと思います。30分の動画にするとね、ちょっと何本レベル上げ動画続くかわからないんで、レベル上げますわ、生放送中にダラダラ喋りながら。本当、はい、全然進まないかもしれないけどね、その生放送中は進まないかもしれないけど、まあそうですね、喋りながら、適当なこと喋りながらレベル上げやりたいと思います。はい、というわけで、今回ここまでにしておきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。